安倍元首相が襲撃されたっていう事件。この事件について、まあ、SNS 上ではこう1日経っていろいろ言われてはいるんですけど、まあこの事件が計画的な犯行で行われたものなのか、あるいは突発的に起きたことなのか、あるいはこの事件そのものがフェイクなのか、まあいろんなことが言われているんですけど、しかしどのみち起きた結果っていうのは安倍さんがいなくなりましたと。これ結果なんですよ。だからこれが引き起こされたことだったとしても、安倍さんがいなくなることが目的だったっていうことですよね。起きた結果がこうなので。じゃあ安倍さんが何のためにいなくなる必要があるのっていうところなんですけど、これに関してまた SNS 上で一番多く見かけるのが、憲法改正に持っていこうとしてるということが一番有力っていうのが一番よく見るんですよ。この事件を契機に憲法改正しようとしてるんだと。これちょっとおかしくないですかってなるんですよね。その憲法改正をビビりすぎてるのかわからないんですけど、憲法改正ってすぐにはできないんですよ。最終的に国民投票まで持っていかないといけないんですよね。衆議院参議院の3分の2の可決を得た後に、やっと国民投票なんですよ。これ文章で聞いたら早いですけど、これ現実でその動きしていこうとしたら、もう何回も国会開いて、だいぶ先ですよね。下手したら1年とか2年とか先になってくるかもしれないですよね。この安倍さんの襲撃事件覚えてるんでしょうかってなってくるんですよ。むしろ安倍さんが生きていた方がそんなに先の話だったら、安倍さん生きていてくれないと憲法改正しようとしてる側からしたら不利ですよね。憲法改正するためのその武器として安倍さんって一番有利なんですよ。なんせ多くの人が安倍さんは憲法改正したがってるっていうのをご存知っていうんですかね。僕でも知ってるっていうんですかね。僕は別に安倍さんに全然興味ないんですけど、なんか安倍さんって憲法改正しようとしてるなっていうイメージなんですよね。で、今回の事件のこの騒ぎ方を見てもわかるように、安倍さんってそれぐらい知名度高いし、まあ人気もあると思うんですよ。自民党内でっていうんですかね。だから国民投票になった時に、安倍さんが訴えかけたら、投票する人多いと思うんですよ。憲法改正の方に。だから憲法改正従ってる派閥からしたら、安倍さんがいなくなることって痛手なんですよね。どう考えても。いつになるかわからないですけど、将来的にこの国民投票になりましたという時に、こう安倍さんがメディアに登場して、私はずっと憲法改正っていうものをこう、志してきましたと。それに政治生命をかけてきましたと。なので、今回、この国民投票で憲法改正の方が賛成されなければ、私はもう政治を引退します。だから私を信じて、憲法改正の方に投票してください。みたいな宣伝に使えますよね。安倍さんを生きていれば。でもそれできないんですよ。でも、この住民投票、大阪で住民投票もありましたけど、政治家ってそういうことをするんですよ。橋本さんもそんなこと言ってましたよね。大阪都構想に賛成されなければ自分は政治家辞めるとか言って辞めましたよね。でもそういう宣伝しよるっていうのか、そういうやり方使ってくると思うんですよ。それに一番ふさわしいのが安倍さんなんですよ。安倍さんじゃない人がそれやってもなんか変ですよね。安倍さんこそが憲法改正の象徴と言ってもいいぐらい、そうやって宣伝されてきたんですよ。だからむしろ憲法改正したい側からしたら、かなり痛いことが起きたと思うんですよね。だから憲法改正を不安がってる人からしたら、ちょっと安心した方がいいと思うんですよ。安倍さんいなくなったことで、遠のいたよと。憲法改正の道のりが遠くなったと、僕には思えるんですよね。来週ぐらいに国民投票があるなら、もう話が違ってくるんですけど、このままの機運で国民投票に突入されたら、そら、多くの人が安倍さんかわいそうだっていうことで、その憲法改正の方に行ってしまいかねないっていうのはあるんですけど、憲法改正の国民投票ってもう多分だいぶ先になると思うんですよね。だから、この事件でもって憲法改正に持っていこうとしてるんだって思ってる人は、ちょっとそこまで想像してるのかなと。憲法改正はどうやって行われるかって分かってますかっていうところなんですよね。なんとなく気分で多分そう言ってるだけのように思えるんですよね。だいぶハードル上げられてるんですよ。日本人が戦争でめちゃくちゃなことをしたっていうことになってるので、日本人はもう二度と戦争するなと。欧米側っていうんですかね。事実上何が起きていたのかはわからないんですけど、
歴史として言われているのは、日本がめちゃくちゃなことをしたから、日本はもう二度と戦争しないように憲法でがんじがらめにすると。で、その憲法は日本人が簡単に変更できないようにものすごい高いハードルにしてるんですよと。これが日本の憲法なんですよね。だから憲法改正するのって大変なんですよ。それぐらい あのアメリカ側っていうんですかね、こう難しくしたんですよね、憲法改正すること自体を。そのためにも安倍さんが生きていた方が絶対良かったと思うんですよ。安倍さんが宣伝するのが一番しっくりきますよね、憲法改正するっていうのに。小泉進次郎が言い出すより安倍さんが言ってる方が全然整合性ありますよね。小泉進次郎なんかそんなに全然一切言ってないし、他の自民党の政治家でも全然言ってないですよね。でさらに連立を組んでいる公明党なんかは憲法改正 したくなさそうなんですよ、むしろ。だからだいぶ遠いと思うんですよね。にもかかわらずこの事件が起きたっていうのが不可解なんですよ。もし憲法改正が目的だったとしたらですよね。だから違う何かしらの目的でもってこの事件が引き起こされたっていう可能性はあるかもしれないんですけど、ただ SNS 上ではその憲法改正に持っていこうとしてるっていうことが一番語られている感じがするんですよね。僕はちょっとそれは考えてなさすぎじゃないですかと。作戦としてミスっていうんですかね。むしろ逆効果やんと。憲法改正したい側からしたら失敗してますよと僕には思えるんですよ。まあ真相はどこまで行っても僕らには分からないとは思うんですけど、ちょっとこれが憲法改正を進めるために引き起こされたっていうのはちょっと無理筋も無理筋っていうより、むしろこれ憲法改正遠のいたんちゃうかなと僕には思えるんですよ。まあっていう僕は感想を持っているんですけど、実際はどうなっていくのかは分かりません。以上、芸術を僕は。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。